え、付き合うときに最低限守ってほしいこと？は？え、なに？なの、うん、なんか、うん、設定するのがどうなんだって気もしてくるけど、あ、今あるよ。条件を提示すること自体が、うん、お姫様で、うん、そして扱ってほしい。それはもうなんかさ、リリちゃんのなんかキャラみたいなやつじゃん。え、ガチ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 で、うん、お姫様、うん、はなんでそれな、いいよね、いお姫様、うん、そう、あ、具体的には、え、具体的にだってお姫様ってすごい愛されてるじゃん、うん、なんかみんなから可愛い可愛いってされてて、いやでも、いやいやいや、愛してる国民もいると思うよ。馬で送ってくれる？いや、そういうとこは歩きでいいけど、うんうん、歩きなの？歩きでいいんだ。歩きでもいい、全然。あ、まあいいんだけど、扱いとしてね、うん、一番もう世界の誰よりも一番お姫様として扱ってほしいなっていう。それさ、なんか自分の性格どんどん悪くならない？あ、確かにつけ上がっていきそう。え、そう、お姫様なのにっていう。違うの、お姫様なんだけど、うん、お姫様じゃないから、お姫様にお姫様として扱ってほしいっていうのがあるの。あなたが私をお姫様にしてねみたいなやつね。憧れ？うん、だから自分は姫だからとかじゃなくて、あれ、あのベンチ座るときにハンカチ敷くの？敷、うん、かないよ。大事だよね。こちらにとか言って、こちらですよ姫。お尻が汚れちゃうっつって。違うよ、なんだろうな、なんか難しいな、この二人と喋るの。あれはシャドウはシャドウ側歩くみたいなやつ。はいはいはい、はい、あ、めっちゃ好き。それは OK。 あ、好きなんだ。シャドウ側、まあ、女の子扱いしてほしいってことなのかな、うん、あ、そう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 。ああ、はいはい。なるほど、ね、大切にされたい。はあ、うん、